じゃあこういう熱帯低気圧の構造を理解した上で、強度変化がどういうふうに、理論として考えられているかというのを説明していきます。最初は学部生向けに作ったんですが、パーセル法ってもう皆さんいいです。なんか仮想的に空気の塊を考えて、その塊をなんか水平に動かしたり、鉛直に動かしたりした時に、そのパーセルがその後どういう変化を起こりますかっていうので、そのパーセルが存在している周辺の、環境下っていうのがどういう状態にあるかっていうことを、解析する手法になります。例えば、静的不安定、鉛直方向の変動、パーセルに対して周辺の環境下が鉛直方向にどういうふうに、運動を作るかっていうのを議論する際には、鉛直方向の運動方程式っていうのをパーセル、ラグランジュ的に考えてあげて、例えば鉛直方向にイータっていうだけ、変動時間変化させてあげるときに周囲の空気はどうなってますか、周囲の空気からどういう力を受けてパーセルがその後どういう変化を起こりますかっていうのを示したもので、例えばもうスキマティックな図でいきますけど、周辺の環境下が鉛直方向に温位が上向きに増加していたような状況を考えます。こういう状況で最初のパーセルを何らかの力で上に持ち上げてあげます。すると行った先ではパーセル自身の温位っていうのは、保存したまま上に上がっていくので、ある程度の高度まで上がった時のパーセルの音位と周辺の音位に差が生じます。で、下の方が音位は低いので、持ち上がった先のパーセルの音位っていうのも周辺より低くなります。そうすると、周辺よりもパーセル自身が冷たくなっているので、負の浮力でまた元に戻ります。で、元に戻って、こういう状況、持ち上げても元の場所に戻るっていうような状況っていうのを、静的に安定な状態というふうに呼びます。で、こういう状態でパーセルが一旦何かの力で上に持ち上がって元に戻ってきたとすると、この後の続きっていうのはパーセル自身はこう、同じ速度で下向きに速度があるので、この後を、振動するような振る舞いをします。これは浮力振動というふうな呼び方もします。で、逆に周辺の温位場が上に行くほど低くなっていたとするとどうなるかというと、先ほどと同じ議論で、元の位置の温位っていうのは、最初ここにあった温位っていうのを上に持ち上げてあげると、パーセル自身は温位を保存しているので、上に行くと周辺の温位よりも高くなって、周りよりも暖かいので正の浮力を持ってより情報へ上がっていくという形になります。でもアニメーションも飛ばしていきましょう。一応作ったんで、こんな感じです。これ何を書いてるかっていうと、これは温位じゃなくて相当温位なんですけど、最初地面、最初まで行くと、最初は周辺の環境が相当温位というのはこういう部分になっています。カラーで相当温位を示しているので、仮想に注目すると上に行くほど相当位が低くなっていると、不安定な状況になっています。で、こういう状況で下で何らかの力でパーセルを押し上げてあげると、こんな感じでパーセル自身が持ち上がってきて上に上がっていると。で、上に行くと、今度は相当位は上に行くほど高くなっているので、安定な状態でこんな感じで振動を続けるというふうなプロセスになっています。これだから下層が不安定で上層が安定な状態なので、仮想で何らかの外力で持ち上げてあげると、ある程度まではパーセルが温位を保存しながら上に上昇していって、で、上まで行くと今度は静的に安定な状態になっているので、そこでは、上下に浮力振動を起こしながら同じ場所を行ったり来たりするというふうな、振る舞いをします。
実際の台風ではどうなっているかというと、これも結構古くて、1984年の論文の、航空機観測のコンポジット図になります。横軸が台風中心からの距離で、この辺が900キロです。で上が、縦軸は高度で、静的安定度を書いています。これ単位が書いてないんで、いくらかちょっとわからないんですけど、いずれの場合も、これはスタティックスタビリティで書いてあるので、先ほど静的安定度を示す上で、音位の延直方向の高倍量で評価するブラントバイスラー振動数となります。これが、マイナスの場合は不安定で、プラスの場合は0の場合は中立で、プラスの場合は安定で、安定の場合っていうのは N がプラスなので、音位の延直勾配が上に行くほど音位が上がっているという状況を想定しています。それがまさにここでいうところの安定な状況ですね。上側にこの音位が上がっているので、ここだとブラントバイスラー振動数はプラスになって安定。で実際の、台風の周辺を見てあげると、この辺でブラントバイスラー振動数はプラスになっているので、台風の前走では安定になっている。対流限界面近く、この辺200ヘクトパスカルですよ。この辺で非常に強い安定な構造をしていると。こういう構造をしています。で、さっきは延直方向の運動でしたけど、同じ議論で水平方向の運動も同じ議論ができて、ここでは完成不安定というんですが、パーセルは上方向じゃなくて横方向に動かします。で横方向に動かしたときに、最初バランスしていたパーセルっていうのは、例えばこの紙面に沿って垂直奥側に流れていたとすると、パーセル自身はここで持っている核運動量を保存しながら、左右になんか強制的に揺らされるとします。で左右に強制的に揺らされたときに、例えばこういう、この状況、核運動量が右に行くほど増加しているような場合だと、右に移動したときには、核運動量自身は、パーセルの持っている核運動量自身は、さっきの音位と一緒で保存するので、ここに行きます。元あった核運動量と同じ値を保持しながら、この、さらに核運動量の大きい量に行きます。で、核運動量が周りよりも自分の方が大きい、小さい状況になっています。で、核運動量が小さい状況になっていると、核運動量をちゃんと定義してなかったですね。核運動量自身は、こういうふうに定義しています。どういう定式かというと、紙面に対して垂直方向の流れ場と、回転軸の距離との積分の和で表されています。で、この状態で先ほどの議論をしてあげると、この水平方向のパーセルにかかる力っていうのは、ここでいうところのこれがさっきの静的安定度と同じ議論で、今度は横向きの流れなので U と言ってますが、この U の加速を考えてみると、このパーセルにかかるのは、右側の圧力、右向きの圧力、コディオリ力と、反対側の圧力経度力になります。で今、圧力経度力を、地高負の形で書いてあるんですけど、なので、このコディオリと圧力経度の和っていうのが、このパーセルがこの次どっち側に動くかっていうのを表す指標になります。なので この力が右側に働けば、このパーセルはさらに右側に、で逆に、左側に働けば、元あった場所に戻るというふうな形になります。で、これ自身は試験機してやるとこういう形になっていて、核運動量が右側に行くほど、減っていれば、この値自体がプラスになるので、さらに右側へ進むようになります。
これは要するに氷よりの方が、周囲の圧力経度力よりも勝ってしまうので、このパーセル自身はより右へ右へ進むようになるということです。でそういうことを踏まえて先ほどの図を見てあげると、この周辺環境場の格納動量というのは何を表しているかというと、ここで定義した圧力経度力がどれぐらい働いてますかということを表しています。なので、最初この場所でバランスしていたパーセルというのが、この場所で右向きのコリオリと左向きの圧力経度でバランスしていたパーセルというのが次この場所に行きます。でこの場所に来ると、ここでは核運動量がさらに上がっているので、ここで圧力経度、右向きの圧力経度、左向きの圧力経度がより強くかかっている状態になります。でそうすると、ここに来たパーセルっていうのはまた同じところに戻って先ほどの鉛直方向の変動と同じような振る舞いをします。逆に核運動量が右に行くに従って減っている場合っていうのは、最初あったパーセルがこっちに来るとここの圧力経度力っていうのは、ここよりも弱いので、ここに核運動量を保存しながらパーセルがやってくると右向きのコディオイ力をより強く受けることになります。でより右向きのコディオイ力を強く受けると、先ほどの、静的安定度の議論と同じでより右へ右へ、進むというふうな振る舞いをします。でこれが核運動量のプロファイルの違いで引き起こされる。でこちら側を完成不安定、こちら側を完成安定というふうに呼びます。でこちら側は時間変化をたどると、先ほどと静的安定と同じでここでは止まらなくて、ここから逆向きに進みます。で進むんですけど、先ほどと同じ理論でここに来るとまたこっち、右向きの加速を受けるので、この平行点に対して振動するような形をとります。で完成不安定のシミュレーションってあんまりなくていいですね。こんな感じですね。こんな感じと言われてもわからないですね。これ地球中心に対して、台風中心でもいいんですけど、台風中心に対して右向きに、地面に垂直な方向に流れが強くなる、カラーが赤い方が地面に垂直な方向、奥向きの風が強くなっているということを表しています。でこちらからこちらが、台風中心からある程度右向きには、速度が、遠ざかるにつれて増えているので、ここでは先ほどの言った核運動量の分布でいうと右に行くほど増えている状況になっています。こっちの状況になります。対して、ここから先右側は、右に行くほど速度が減っているので、こちらからでいうと核運動量が右に行くほど減っている、こっちは不安定な状況です。だからこっちと対応づけると、このピークの内側は安定な状況で、ピークよりも外側は不安定な状況になっていると、こういう状況でシミュレーションしてあげると、これはちなみに自分のシミュレーションではなくて他の人のシミュレーションですね。でするとこんな感じで、こっち側の、低速場がこっち側に入れ替わるように、流れていることが分かると思います。これはだからさっき言った、ある程度強制を左右に強制してあげると、あとは自分の力でどんどん高速の方向に流れていくと、こういうふうなシミュレーションです。で同じ議論で、こっち側は安定なので、速度の入れ替わりというのは起こらないということです。で台風中心付近ではどうですかというと、先ほどと同じコンポジット図で、これコリオリで代表されてますが、先ほどここで言った
完成安定度、ここでですね、ここで同じように書かせてあげると、トランドバイサー振動数と同じようにプラスの時は安定でマイナスの時は不安定なんですけど、台風の中心付近ではコディオイの2乗で書かれる、コディオイの2乗に対して何倍以下の導線が引かれているので、この辺台風中心付近っていうのはほとんどが完成安定の状態になっていると。で、特徴的なのは渦中心で強く安定になっていますよと。台風の場合はコディオイに加えて遠心力が働くので、より強く水平方向の運動が締め付けられるという環境になっています。なので今まで見てきたように台風中心付近では鉛直方向の、不安定に対してはの安定で、横方向の不安定に対しても安定な、渦構造をしているということです。で、最後、じゃあその静的安定かつ完成安定な場っていうのは、じゃあ任意の方向に安定ですかって言われるとそんなことはなくて、特定の方向に動かすと不安定になるような場になっていることがあります。こちら、こっちの図だけ見ていただければいいんですけど、横軸が水平距離で縦軸が高度で、カラーで音韻、静的安定度の指標を表しています。で、ちょっと見づらいですが、破線の等値線で核運動量、完成安定度のコンタ、指標を示しています。で、コンターは核運動量はこっちに行くほど増加していて、音韻は上に行くほど増加しています。なので、これで考えると、先ほどの完成安定度の議論でいうと、右に行くほど完成安定度が、核運動量が増えているので完成安定の場合になっています。で、鉛直方向にも音韻が増えているので静的安定の場合になっています。なんですけど、これを等音韻面に沿って変異させるとどうなってますかというと、この図と全く同じものを鉛直方向高度じゃなくて音韻面に書き直してあげるとこうなっています。こうすると核運動量面っていうのが、ちょっと逆転して右に行くほど核運動量が減る方向に働きます。なのでこの状況で音韻面に沿って揺らしてあげると、実は、完成不安定な状況になっていると。で、こういう状況を対象不安定というふうに呼びます。で、その等位面上でのポテンシャルが、完成不安定というふうに考えることができます。なので、等位面上で核運動量の空間勾配と言うと、これはマイナスになっていると。そういう状況が、完成不安定の尺度になるということですね。で、等位面上で、じゃあ、完成的に中立であればどういう状況かというと、要するにシーター面上で核運動量の水平勾配を取ってあげたときにゼロになる。で、こういうときが対象、等温位面上での完成不安定に対して中立な状況になっているということです。で、こういう状況を、対象中立であるというふうに呼ぶそうです。で、この状況はどうなっているかというと、シーター面上、温位面上で核運動量が一定になっていると。なので、音韻面と核運動量面が一致しているということです。で、対象中立であるということは、要するに等音韻面上でのパーセルの運動というのは、音韻も保存しますし、核運動量も保存するというふうな状況になっているということです。で、この対象中立というのは後で出てくるので覚えておいてください。要するに核運動量面と音韻面というのが一致しているというふうな状況を表している。もう一つはロス利波っていうのがあるんですけど、これも後で使うんですけど、これは時間で使うかどうかわからないので、後で飛ばします。ここまでが、熱帯低気圧発達の理論を説明する上で必要になる知識になります。ここまでで何かありますでしょうか。すみません。何がシミュレーションこれなんかもともとは全球循環の人たちが言い出したことらしくて、地球の自転軸に対して回転対象な流れっていうのに対して対象不安定というふうに言ってるそうです。だから この議論自体は最初は
ジェットの不安定みたいなのを説明するのにあの使われてた理論らしくて、そこでは地球の自転軸に対して、回転軸対称の流れに対して、要するにこう台風でいうと接線平均したようなことを仮定していますが、地球の自転軸に対して回転対称な流れ場に対して不安定であるか安定であるかっていうのを議論したのが最初なので、こういう言い方をしているそうです。水平のオフボールの話だと、地高流とバランスしているやつが急に考えますね。はい。で、それはあれですかね、グレーデントウェイトで一緒に見たのができますか？できます。グラジエントウィンドの場合は、コリオリの書き方がコリオリプラス遠心力という形になるだけなので、それ以上の差はないです。はい。はい。はい、事情を書いてるんですね。だからそのプレッシャーが見えるんですか？そうなんです。それだけなんだ。F0 って書いてあるから、なんか。だから、コリオリに対して何倍、大きい感染量を持ってるかっていう指標で表してます。ゆっくりしてるのはプレッシャーグレーンとか、あるいはそうですね。だから、ケイドフバランスをしていれば、まあ、だから風速の分布がこうなってますよっていう感じですね。じゃあ最後、熱帯低気圧発達の理論を紹介します。で、熱帯低気圧発達の理論っていうのは、1960年代からいくつかあって、なんか例えば協調強化メカニズム、コーオペレーティブインテンシフィケーションメカニズムですね。大山先生が作られた理論だったり、チャーニー・エリアッセンが作られた、第2種条件付き不安定、シスクっていうメカニズムだったり、あとはエマニュエルが考えた、ウィッシェメカニズムというのがありますが、時間の都合上、今日はウィッシェだけを紹介します。ウィッシェはもともと、理論の骨子は1986年にエマニュエルが提唱した成熟した台風のバランス状態を記述する、考え方で初めて使われた、考え方ですね。この当時は、エマニュエル自身は ASII、エアシーインタラクションインスタビリティという名前を付けていて、ウィッシェという単語自体は、矢野&エマニュエルが MJO の投資メカニズムを説明するときに、これと同じ考え方を使って、議論したのが最初ということです。で、ウィッシェはどういう経緯を考えているかというと、基礎方程式自体は鉛直方向は整理気学で、同期方向はケイドフバランスをした、まあ、こういう図になる、式になります。整理気学バランスとケイドフバランス、圧力経路と遠心力コリオリがバランスしたような図に、バランス場を考えています。で、先ほど言っていた対称中立というのは、ここでは斜行湿潤対流というふうに名前を書いてるんですけど、同じもので、
核運動要面あるいは遠い面、ここでは相当多いんですけど、相当多い面上に沿った流れに対して中立な場っていうのを考えています。これをやることによって台風中心付近での核運動量の面と相当多いの面っていうのを一致させることができるということですね。で今、台風の中心に対して核運動量が右に行くほど、大きくなります。で、相当多いのは上に、左に行くほど、大きくなります。でこれ上で上空で見ると下の面の方が上の面よりも相当位が低いので、静的に安定な状況になっています。でこの辺、相当位が立っているような状況では流れ場っていうのは最初の成熟した台風の流れで見たように壁雲に沿って上昇流が流れているので この相当位面上に沿って、空気が流れているという状況を仮定しています。で、ウィッシュで重要になってくるのがその境界層の仮定ですね。で、ウィッシュの場合は混合層っていう、境界層を仮定しています。要するに、こっちの例も分かりやすくですね。層、この混合層、台風の下、大気境界層の中っていうのは、力学とか熱力学の分布っていうのが高度方向に一様ですよ。で、乱流フラックスっていうのは高度で線形に変化してますよ。こういう感じです。で、境界層の状態でフラックスはゼロになっているという状態を仮定しています。で、こういう、仮定を施してあげると、境界層の中の方程式っていうのはこういう形になります。あ、もう12時。核運動の時間変化っていうのは、加担での摩擦と、加担での摩擦で与えられる。で、同じように、相当位の時間変化っていうのは加担からの、相当位の供給、まあ線熱検熱の供給で与えられるというふうな状況になっています。で、接地境界層の中でのその乱流フラックスを具体的にこんな形で与えてあげると、最終的に混合層の方程式っていうのはこういう形に書かれます。で、これ先ほどの境界層の上ですね、自由待機の経度バランス、静力学バランスと接続してあげると、風の場に対して、風の場っていうのは、こういうコンポーネントで支配されるよっていうことを、示すことができます。この辺はざっくりと省略してしまったんですが、興味があれば、これ問題にも入れてないんですけど、エマニュエルの現状論文か自分に聞いてください。で、この式が意味していることは、要するに左辺の熱帯低気圧の低気圧性循環というのは3つのコンポーネントで大体近似できるよと。で、なので熱帯低気圧の強度っていうのはこの高位置ですね、海面からの熱フラックスと、で対流圏の高さですね、であとは海面での熱運動量の交換のしやすさっていうので決まると。で特に熱の交換過程が活発なら台風は強化する。要するに、例えば海面水温が高かったりすると、そこから盛んに熱の落差が出てくるので、台風はどんどん強くなりますよということを表しています。先生、一応 TB と T アウト。あ、TB、T アウトします。TB は、境界層の上端での温度ですね。はい、で、T アウトっていうのは、エマニュエルはなんか曖昧なことを言っているんですが、アウトフローの温度。アウトフローが対流圏上層に到達すると考えると、大体対流圏海面の温度を考えればいいということになります。だから対流圏の下端と上端の温度差みたいなものを表しています。でも実際 T アウトって曖昧な量で、この理論で、適応範囲の外で決まるような、そうですね、曖昧な量ですね。ただ一応エマニュエル自身はこの T アウトと言っているものをサウンディングでいろいろ変えてみて、強度が確かに変わりますねということは一応言っています。第3項の C と CD の比になってますよね、はい、相対